こんにちは、あるいはこんばんは、生体にワンドです。はい、ということでね、やっていきますか。お願いします。す伊田くんの不倫相手からもらった、はい、思われるお、お会話ができますか。奥さん見てないでしょ、これ見てないと思う。はい、ということで、いただいたマシュマロに答えていきたいと思います、はい、では質問読んでください。はい、暴食、かっこ焼け食い、ストレス食いで、2から3人前の量を一度に食べてしまうことがあります。後にめちゃくちゃ気持ち悪くなるのですが、昔から、上手に吐けなくて、吐けないのに、襲ってくる吐き気、口や手足のしびれ、吹き出す大量の汗の波が猿のひたすら待ちます。一層吐けたら楽なのにと思います。ネットでもいろいろ調べてるつもりなのですが、うまく吐く方法でありますか。というか、こういう暴食してしまうことって医者に見てもらった方がいいのでしょうか。私の意思が、軟弱なだけで、本来自力で治せるものなんでしょうか。アラさんと。もういいやつですね。だと思います。お前らまず第一にさ、一人前も食えないやん。最後二人はそうかもしれない。そうですね。なあ。はい、で、あの、すき家行って丼2杯食ったら、こういう状態になるでしょ。なります、なります。なります。この2、3人前食べてしまうことに対する異常さを感じてないもんね。そもそもがね。すごいっすよね。こんだけ食いたいですよ、ね。食ってみて。美味しいもの味わいたい。味わいたいです。食えないですよ。で、まず、この、吐くかどうかじゃなくて、食うか食わないかの話でしょ、だって。そうですね。そもそも。吐くのってもう癖だからさ。癖つかねえと吐けねえんだよ。吐き癖とか。そもそもが、そうそうそう。俺なんかもさ、もともと車酔いをめちゃくちゃするからさ、吐きたくても吐けないじゃん。あので、限度いっぱいになって唇紫色になってやっと吐くみたいな、小学生の時とか。ああ、はいはい、で、今船じゃん、はいはいはい、船で吐いたことないでしょ。ないですね。だから俺もないんよ。でも、あ、やべって時あるじゃん。ああ、ありますこれはっていう。でも限界まで我慢したい。はい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 。で、唯一簡単にある程度簡単に吐くって言ったのも酒。ああ、はいはいはい。吐く。吐きます。吐く。吐きます。俺も。2022年何回吐きました。0回じゃないでも。0回ですね。そんなお前は。僕1回だけです。月1回あ、月じゃないです。2022年は1回です。お、今年は1回。節制してんじゃん。そうなんです。そこまでは飲まないようにしてる。で、俺はね、園くんと飲んで吐きました。で、何でもね、過ぎるがダメでしょ、はいはいはい、でそもそもね、この、ね、なんで見てる最中に動かすのよ。あ、そうですね、聞いちゃいました。見えにくいやん、ね。こうやって動かすから聞いてるんじゃなくて。ああ、そうこのさ、これの俺の動きやん。吐き気、口や手足のしびれ、吹き出す大量の汗っていうのは、これは、食いすぎたせいじゃなくて、おそらく、はいはい。ストレスと、罪悪感で発生する自律神経の失調なんだよ。だから、ネットで調べてるのは吐く方法じゃなくて、この暴食でしょ。ああ、はい、はいはい。そうすべきでしょ、まず、はいはい。で、これで自力で治せるのかって、医者に見てもらわなきゃ治らないよ、2、3人前も食ってこんな状態になるんだったら。うん、いきなり自律神経が壊れるんだよ、うんうん。だから最悪の手前の状態から、2、3人前を食うんだもん。なぜ食うという選択がもっと、そもそも入ってるのかってことなんだよ。ダイエットが絶対に成功しない人って、代替の食品を探す人なんだよ。あ、ただ量を減らせってだけなんだよ、はいはいはい、要するにそれを拒んでるんだよ、うん、そもそもが。で、もう何でや、何のために痩せたいの。この子がもし俺らの想定するあの子なら、うん、お前に抱かれるためでしょ。まあそうなりますよね。この暴食って暴飲暴食っていうのは、うん、一個の決めたことしか見えなくなるっていう状態の精神の異常なの。これって。で、これの暴飲暴食をやめたとしても、今度拒食が出てきたりとか、別にこれってなったものしかできなくなっちゃう状態で、確実に医者に相談しなければ絶対に体がボロボロになるまでやめられないし、治らない。中毒みたいになっちゃったんですね。中毒っていうかね、もう多分意識がないんだよ、これ食ってる時って。あー。そう。そうなんですね。別人格みたいな。ガサ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 って買えるだけ買って持って帰って、で、食って我に返るみたいな。要するに、その食べたい欲求が、もうそのストレスの発散が全部そこになっちゃうから、ストレスが発散するっていうものを何も持ってないと、三大欲求のどっか行っちゃったりするわけで、それの一つにこうなったってことなんですよ。
でもこれはもう完全にお医者さんコース、はい、吐き方なんて調べてんじゃねえよって本当に。どうやったらこうやって食わねえのかっていうのを軸に考えてないからこうなるんだよ。わかりやすいやろが、はい、なあ、言ってやれ本当に。こうやってここんとこをこうやってこうしてこうしてこうしながらこうしてこうしてこうして本当にどうなっとんじゃん本当。それ痩せんよ。そうですよ。で意識を保ててないんだもんだって。うん、だから俺飲んだら記憶飛ぶやんか、はい、で飛んでもまだ飲むやん。飲みますね。挙句の果てにちゃんとして喋ってたりするやん。するんすよ。これが酔っ払い七不思議で。でもそれってちゃんとして気づいて、あれ家の布団だみたいになって。そうでしょ、お前はね、こうやってで、すぐ飲んだポロリしちゃうっていう。キングオブ解放感、チェルシーだから。それってさ、まともな状態だったら、おい、今ちょっと脱いで下見してみろってやらないじゃん。いやいやってなります、ね。だって粗品ですからって、ちゃんと分かってたんだけど、だそれができなくなって、そのもう一人の自分みたいになっちゃってるじゃない。でこれもそうなんだよ。恥ずかしいでしょ、そんな飲み方って。そんな食い方ないの。はいはいはい。もうね、自分のその罪悪感で手足が痺れるっていうのはもう罪悪感がのストレスが自律神経に回って急速にその自律神経失調症のような状況を引き出してるっていう。うん、でもスレスレ。もうスレスレの状況。こんなになっちゃってると。まあ、完全に医者、うん。医者で何直してもこれ。この、こうなったらこれしか見えないみたいな。うん、板くんの再生数が回らないって言ったらそれしか見えないみたいな。そういう状況。そのね、公正公平に物事見れなくなっちゃう。広い視野を完全に失っちゃう。何理由がないでしょ。だってもう考えがもうあちこち飛んでんだから。そうですね。こうなるんですよ。ストレスがすごいですね。うん、で痩せたいけど痩せられないし、痩せたいのにこういうことするじゃん。だからもう基本的に生きる上で食べるが主軸に入ってんのよもう。で例えばその食べるをぐーっと極限まで削ったりするわけよこういう人って、うんうんうん、丸一日食べないとか、あー振り切ってやっちゃう、ね、振り切っちゃうんで、だからそうじゃなくて毎食食ってる分をちょっとずつ減らせっちゅう話、うん、簡単、また食べてまた太ったらそれがまたストレスになると思う、ね、そうだよ、でどんどん痛くんが遠ざかってでまたそれがストレスになる、俺どんどん遠ざかって悪循環分かったかお前全くどうしようもないですよ、吐く方法って初めて来たわこんな人バカかっちゃうな二日酔いにならないために深酒したら吐く方法だってまだわかる、はい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 、これはなんやねんちゃうアホかつ健康なんで痩せるってことつまりでこれ精神が健康じゃないわけじゃん、もうそうしたらそれを直さなきゃ絶対痩せないのよ、うん、健康体になんなきゃダメなんだよ、で機能を持ってるものにしなきゃダメ。要するにその必要以上にカロリーを摂取するから絶対太るわけであって、そのこういうさ精神状態になってくると内臓が動かないからストレスで。そうすると排出まで時間がかかって長く腸から吸収することになっちゃって、ほんでどん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 ここら辺が太ってくるんだよ。悪循環極みだな本当。食うな量を。代替を探すな、ほんとに。ノンカロリーのおやつとかじゃねえんだよ。よく聞くやつ、ね。もう、言うことを聞けと。俺はダメですか、ね、こういう人に限って、いろんなことを探しちゃうの。焦るから。このダイエットが、ちげんだよ。食うな、とにかく、量を。簡単。よく噛め、水飲め、量を食うな、これだけ。あとは普通に生きてろ。これだけ。一年かけて5キロ落ちたらマイナスなんで、ちゃんと。この人、こういう人っつうのは、明日10キロ落ちてる自分のことしか想定してないから、うん、この、目標に対する途中経過何も考えないわけよ。うん、だから500グラム落ちてたら10キロ痩せねえから何も変わってないになるわけよ、頭の中では。うん、だそういうことじゃねえんだよ。維持し続けることなんだよ、痩せるってことは。何や、ほんとに。基礎や。何でもそうや、基礎や。商法や。教えとらんのんかお前これ。いやおかしいな、お前の代わりにこの子の代わりにこうしてこうお前にしようか本当に。やめて本当そうなりますよということで、まあ説教です、よろしいですか、はい、これあの撮影の後に一旦説教します。教育がなってないということで、ご理解していただけたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。